これはオシニという国の物語。そして彼は主人公の上之助。嘘ばかりついている上之助は今日も国人に追われていた。お？あれ？どこからかやってきたモナリザという女。キララがない。ヒーローになりたいのかね。俺がそのキララとやらを探しちゃうっすよ。キララはどこにあるのか。そもそもキララとは何なのか。あのキララってものが欲しい。ああもうローザは欲しがりなんだから。一方キララはオシニのあちこちで不思議な出来事を起こしていく。カナエの番だよ。うん、行こっか。歩けば誰にも渡せないんだ。モナリザ、白い服を着たモナリザを知りませんか。人々の心はキララによってかき乱される。果たしてキララとは何なのか。キララがどんどん変な色になってる。今こそ4つの町の力が必要なんです。そんな出任せ信用できねえよ。4つの町は最後に1つになれるのか。みんな俺の話を聞いてくれ。上之助、お前この場に呼んでもマルウスやんか。何とでも言え。クラゾよく聞け。今こそ俺たちが立ち上がるんだ。二人合わせてオシンジャー X。 キララをめぐってオシニの国で巻き起こった物語。西尾市民映画オシニは2014年夏、西尾の各地で撮影。みんなが笑い、みんなが踊った不思議な国の物語。すれえ旅だった。不健康なだけが取り柄じゃ勝てないのさ。オシニで何かが起こる？ほらー！